FC 東京に加え今シーズンは16年ぶりに東京ヴェルディが J1 に移籍、そして新たにクラブ史上初めて FC 町田ゼルビアがこの J1 の舞台へと進みました。 J1 にクラブが増えたこの東京、新たな今日は東京ダービーの幕開けということになります。 FC 東京と FC 町田ゼルビア、初めての今日は公式戦対戦です。さあそしてバングラガンでカシーフからというところになります。さら次出しかけていく、まだ持っていく、逆サイドで手を上げていますが遠藤、ここは縦を選択、そして中川から裏のボール、さあ抜け出してシュート、ナイスキーパー。これフラッグは上がっていません、オフサイドないという状況でした。一人残ってましたね、はい。さあコーナーは先頭が蹴ります。先頭からファーサイドへのボール、ダイレクトシュート、セットプレーから最後のサーブですよ。フルス対戦の一撃です。これはすごいわ。おそらく準備してきた形ですね、これは。これはね、はい、準備してるよね。フルス対戦、大きな喜びを表せませんでしたけれども、ナサンホ、いやこれまたセント選手いいボールやわ。ここにコーが入っていく、そして小泉へ、あ、これプレスバックという形でした。おせふん、おっと、こぼれ球、中川、うっと、どうかな、手を吹いてますが、あ、PK。 いやでも今だから強引にでも行ったかな、はい、うん。改めて今のシーンご覧いただきましょう。あー、胸に当たった後手に当たってるな。さあ1点を追いかける FC 東京、大きなチャンスです。 PK、 お話にあったようにルヴァンで加入後初ゴールをマークした小柏。さあこの PK、 どうなった、こちら当たってゴールイン、同点に追いつきました FC 東京。タイムを読んで同じ方向を飛んでいましたけれども、ここはポストに当たってゴールネットを揺らしました。追いついた FC 東京です。司令塔とはいえすごいですよね、これね。いや本当にこう前にも運べる、あとは中盤の選手へのつけるタイミング。お、ここは望月が追いつきそうだ、クロスを入れる、ニアに行った、ほらヘディング上手いんやって。お手本来ました、ヘディング上手いんやって。町田が一番狙ってる形ですね。オフサイドはないかな、ないですね、おそらく、はい。そしてここですよ、これ今ね、土井選手もこうオフェブ見てるけど、あ、ここで外してる、首振ってなかった、今相手の視野から一回消えて、うん、そう、はい、ここで一回振ったんやけど、この後見てなかったからニア入られて、ここもう完全見過ごしてるから、いやうまく合わせましたね。そう、これはね、今オセフはね前に当てて開けてたのよね、最初に入ったらそこのポジションなくなるから。でも今の縦パス入れるからやっぱり相手も怖いから、はい、すっごいいい縦パスだと思う。さあ、縦に行く、縦に行ってマイナスのボール、ヘディングシュート、ポストだ、いやすごい、ここはハンドはありません。すごいドリブル、はい、でコーナーキックでワンタッチあったんですね。ちょっとこれ騙された。ロイ・エリケ・トリビザン上がっています。中央ややファーのところに位置を取っていますけれども、中央へのボール、そうエリケ・トリビザンのヘッドですが、ここでタイスキーパー、ここはホイッスルになってます。中川のキーパーに対するファウルを取りましたが、フリーキックは町田ボールです。少し接触ありましたかね。あとい結構いい前やね、あの林選手もね、うん、あれ以上行ったらちょっと危ないけど、もう絶妙な位置やな。さあまた俵積田にボールが入った、どうここも今度はカットインだ、中に入っていく、中に入っていって、ここからシュートが枠の右でした。あ、いいな、いいな、積極的な姿勢がいいですね、うん。小泉上がってきた足台を使っていきます。そして小柏から小泉、もう一度小柏、これで中川も絡まっていく、小泉中に入っていく、
シュートはしない正面でした。バグナガネカシェフ前線では裏を小柏が狙ってました。カラツミナドリブルで中入っていく。カラツミナシュートだ。そしてハーフリーダー押し込むクロスバー。ここは惜しいシーンでした。いやー遠藤の飛び込みましたけれども惜しくも枠に嫌われました。今日は J1 初ゴールを狙ってという形になっていきますけれども、バックアップでは得点を奪いました。早いから厄介やろな。さあここはそのダシルバへ松崎戻る。中に田原積田も行っている。中川さらに遠藤もいる。クロスが入ってくる。キーパーあのやな。ああいったところでねこう時間を作ってくれて、ね、逆サイドの展開とか増えるとね幅広がりますよね。ジョナシルバが入っていく。いやさあおっという。いや原川が入れていきましたけどちょっとバウンド合いませんでしたか。ここはジャダシルバー。あーいいディフェンスするな。もうここで長い笛が吹かれました。初対戦 FC 松田ゼルビアに軍配が上がりました。やはり連敗はしない FC 松田ゼルビアです。リーグは黒田体制まだ連敗なし。今季はアウェーはJ14 戦全勝という形になっている FC 町田ゼルビアです。